どうもこんにちは、クロネタです。ピクミン4続きからやっていきましょう。よいしょ。はい、というわけで探索24日目を迎えました。おはようございます。いやー、前回は大変だったなー20匹だね。20匹の仲間が今日を迎えることができなかったと。いやー、本当に不甲斐ないなー。まあ、あの子たちのおかげで俺たちは生き残ることができたんで、まあ感謝ですかね。ありがとう。で、まあ予想通り難易度がかなり上がってはいるんですが、まあ変わらず、100% 達成を目指してエリア3の探索はやっていきたいと思います。じゃあ向かいますかー。よし、行きますか。何からやりましょうかね。ドローン展開。まあ、ここは解放したけどもだな。そうだ、ここに洞窟があるんだっけ。これやっちゃおうかな。で、時間に余裕があったら、この下というか、まあ、先か、の探索とか、青オニオンの回収とかやってもいいかな。うん。とりあえず、青と氷を出していこうか。行くぞみんな。いや、今日は犠牲ゼロでクリアしたいな。いや、マジで。でもな、洞窟、難しいんだろうな。地上があれだったからな。まあ、行きましょう。スクラップディスコ暗がりの中、右往左往しながら進んだ先には、大敗的だが懐かしさを感じる謎の物体が。え？五感を刺激するビート、没入感を煽るスモーク、踊り出すピクミンここはまるでディスコだ。何言ってんだ。ディスコ？踊り出すってことは混乱か何かかな。そんな敵いたっけ。卵虫とか、かね。まあ、気をつけていくか。お、赤と黄色がおすすめか。じゃあ、まあ、30、30でいこうか。わー、スクラップディスコ1回。ここは何階層なんでしょうね。お？あ、お宝か。ほー、一瞬あれかと思ったが。そういうわけではないか。じゃあ、ドローン展開。まあ、こっちだよね。あー、敵いるなー。懐かしいなー。お宝。で？あー、敵と資材ね。で、掘れますよ、と。ほう。で、道作ってこっちか。おー、ディスコ感ないけどなー。これは若干かな。ミラーボールだっけ？ぽさはあるけど別にだよね。ちょっとよくわかんないけどね。まあ、気をつけて進みましょうか。おら！オッケー！さすが。さすがの火力。じゃあまあこれは運んじゃって。よし。で、これも運ばせて。オッケー。他は？いないか。まあ、こんだけ人数がいれば、勝てるでしょ！オッケー、素晴らしい。いいよー。で、もう一回チャージして、おら！オッケー、素晴らしいね。で、暇人部へやって、これを運ばせて、足りるかな？オッケー。で、そこか。ま、黄色に掘ってもらえばいいか。いけ。よいしょ。はい。だー、お宝か。いいね。で、あ、足りますね。運んでくれ。よし。で、この子たちは回収。寝てんじゃねえ。おい今端っこで寝てただろうが。何やってんだよ。
あ、で、これか。働け！寝るんじゃねえぞ。オッケー！粘土坂建築完了！ありがとう。で、まあ、次の階層。おっ！ちょ、間違えた。おら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 。よし！激辛エキス回収。てか、ここ投げんの怖えな。よいしょ。落としたくはないよ。で、赤ピクミンを回収して、火力をさらに増して、よし。オッケー。で、これを落とさせて、で、オッケーかな？ナイスー。ここは登れないもんね。いいよ。オッケー、ありがとう。ナイス回収。で、お、100% 達成、20%！ってことは5階層か。いやー、長いなー。わー、スクラップディスコ2階。さあ、お次はなんだ？ド！うわー、久しぶりだなー。ビリーか。あ、まあ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 、ビリビリしてなければ倒せるから。ほら！いけ！ナイス！オッケー！で、この子たちも回収か。いけ！運ぶがいい。で、ドローン展開。あ、これも懐かしいな。そこを開けるの、あー、これか。ってことは、こっちから、あ？あー、まあ、オッチンを置いていけばいいか。で、倒して、あ、お宝、スイッチ、資材。あ、まだいんのかよ。あ、まあ、黄色ピクミンに壊させればいいか。あー、で、次の階層か。で？ほほ？アロマキャンドルかな？あー、まあ、これ乗って向こうって感じか。はい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 、オッケーでしょう。ここ怖いなー。壊した瞬間に襲われるとかないか？とりあえず黄色ピクミンに行かせて、壊した瞬間に回収か。いや、もうやる気満々じゃねえか。やめろやめろ。え、来てない？来てない？だ、回収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 。危ない。いや、狙ってたよね。おら！オッケー！よし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 。壁壊した瞬間に来るとかそういうのはダメだからね。まあ、やりそうだよな。よいしょ。あー、で、まあ、赤ピクミンで壊して、投げすぎないようにして、オッケー。はいよ。オッケー。回収。あ、待った。残ってんじゃん。よいしょ。ありがとう！回収！ OK！ 70匹。で、向こうだよね。乗ります。あ？あ！また！こういうことか！危ねえ！で、そのままこっち来るよね。あ、OK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 。危ねえ！向こうに行くのかと思ってたわ。よいしょ！あ、よい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 よ！あ、ちょ、待って、これ投げんの怖えな。あ？ちょうどぶつかったな。あ、いいのかな？とりあえず回収して。これは成功法か？あ、まあまあ、いやいやいや。回収。で、一旦ここで。あ、なるほど、そういうことか。ここで、こっち行かせて、こうだ。はい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 。で、戻って向こうでオッチンと合流。で、一緒に下に行こうか。よいしょ。よし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 。壊させて、オッケー。で、一匹？いや、二匹いるな。その角っこ、やりづら。それま、こいつ。よし。で、
これは赤でいいか。いや、その位置怖いな。オッケー。あ、待って。落としてない。あ、嘘嘘、それ落ちんの。いや、待て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 、それ落ちるのは違うじゃん。あ、で、黄色回収。もう犠牲者出たんですけど、突撃が良かったんかな。これに向かって投げてるのに。あ、またこれ挟まってない。まずい。位置が悪いか。落ち行け。お前は落ちることないでしょ。まずい、はまってんな。これ運べない？ダメか。ちょっと待って、困ったな。そうなると困ったな。とりあえず、赤で壊させて。いやいや、それはなくないか。これはバグだよな。多分、運べない。あ、ダメだ、運べないわ。これはさすがに巻き戻していいか。ね。じゃあ、ここに来た時かな？まあ、しょうがねえわ。どこまで巻き戻った？あ、お宝を回収したところか。ぽいな。ああ、はい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 、隅っこにいなくなってる。多分、なんかのバグで隅っこにはまったんだろうな。いや、これはしょうがない。これはしょうがないよね。オッケー。運べないのはやっぱね、問題だしね。ほら！よし！でもまあ、学んだわ。ああいう端っこで投げるのは危ない。ほら！よし！よし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 。で、ここだったらまあ投げてもいいな。オッケー。で、炎を壊して、はい、オッケー。で、安全に、突進がいいか。いけ。で、これも運ばせて。オッケー。で、全部かな。オッケー、ありがとう。で、終わりかな。あ、ですね。2回 100% で、全体で 40% か。やはり5階層だな。まあ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 、いいだろう。わースクラップディスコ3回。さあ、どうな、え何これ。ドローン展開。あ、だね。状況は把握しましょう。え、あー、風に乗って飛んでってことかな。あ、出たな、ポンガ仕草。この色はあれだね。あー、そこに行くには？ん？あー、これ次の階層か。これどうなってる？飛ぶ。これどこに行く？こっちかな？あー、で、スイッチで切り替え、あ、コンベアか。で、金塊？は？は？どうなってる？まあ、とりあえず、こっちはいけないもんね。多分、向こうに行くんじゃないかな。ああ、いたわ。ああ、投げてもいいね。ただ、それ投げて、どうやって引っこ抜けばいい？ここに行くには？これか。ああ、これを押して足場にして、ぴょんぴょんって感じかな。じゃあまあ、後でいいか。ね。大きな仕掛けよな。あ、待った。これはなんだ？あ、なるほど。そこに繋がってる感じ？いけ！あ、来たー！ありがとう！あー、で、そっち行くんか。試しに。あ、いけた！はい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 。じゃあまあまあ、これを運ばせて、こっから行くよね。
さすがにこっから戻るよね。あ、はいはいはい。あ、じゃあまあ俺も戻って。で、問題こっからだな。まああれは運べるよね。はい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 。おー。え、ピクミンを投げんのか。あ、ありがとう。ピクミンを投げる、バウンドさせる、いや、あそこに置くのかな。ただ置いた後どうすんだ。試しに、あー、向きが変わるだけか。これやってみるしかねえのかな。いや、すげえ怖いけどな。とりま、あの子たちをここに呼んで、来れる？お？あー、おりこ！動きを変えるタイミングが大事そう。え？とりあえず降りて、切り替えて、オッチにここでスタンバイさせて、まあ、俺らがこっち行こう。え、投げればいいだけじゃないのかな？いや、これで落としたくないぞ。あ、またー入っちゃった違う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 。判定がでけえな。よいしょ。オッケー。気をつけて進んで、でもこうだよね。投げる、切り替え。あ、あ、あ、また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 。あぶねえ。あ、でも向こう行っても戻れんのかな。あ、じゃあ、あそこで弾んで向こうに行くのか。切り替えて、投げて、押して、あ、切り替えて、飛ぶ、向こうに行く、で、こうか。で？あ？あ楽しそう。あー、で、そこ行って、ここか。で、10匹か。じゃあ、あと9匹。ちょっと待って。ちょっと待って。切り替えて。1,2,3,4,5,6,7,8,9。で、いけたか？で、飛ばして、こうか。足りてるかな？結構連打しちゃったけど。あ、いいね。いいね。楽しそうにしてるのはすごくいいんだけどさ。どうだ？開いた！よーし、天才。オッケーで、あ、まあ、あれは回収できるか。なら、戻ります。よいしょ。で、乗ります。合流。あ、で、お宝か。回収して、あー、いけそうだね。で、よいしょ。こっち行きます。で、あ、違う。ジャンプか。よいしょ。あ、ナイス回収。あ、むずいな。よいしょ。オッケー、センサーはなくなったね。よっ。あ、結構ギリギリ。よいしょ、オッケー。じゃあ、増やしますか。これは、いやーでも、黄色がいいかな。いけ！来たー！新たな仲間です。よいしょ。よいしょ。よいしょ。来ました！羽ピクミンと。ただ、羽ピクミン、活躍できんのかな？どうなんだろう？うん、羽が生えていて空を飛べると。あー、近道を通る。あー、じゃあ、さっきのお宝とかも羽ピクミンに任せれば簡単だったとか、そういう感じかな？うん。まあ、この子たちを引っこ抜いて、仲間に加えましょう。いいね。で、あとは向こうに行くだけか。あ、だね。100% 達成。そこに行くには？あ、
これかな？よいしょ。あーだね。オッケー。では次の階層へ。わー、スクラップディスコ4階。あれ倒し、あーまあいいや、ドローン展開、なんだ？でも青ピクミンいねえぞ。泡がない時に壊すとかかな。で、お宝もある、敵もいる。ここは何もないか。あ、ここ？それはどうやって？どっかにスイッチ、あ、これかな。倒します。建材で回す。あー、で、オッチン専用通路。あー、で、そこにな、え？え、ここに投げんの？オッチンにピクミン乗せた状態でってことかな。で、まあ、ギミックがあるから壊して金塊運んで、敵倒して壁壊して、あー、で、またるな、ポンガシグサ。先にこっちかな？ほら！いいよ！オッケー！で、まあ、運んでもらって、回収。オッケー！まあ、全員で行こう。突進レベル3！オッケー、いいねー。で、これは？あ、掘る感じか。いけ。で、上に戻れますよ、と。これ危ないよねー。いや、一斉に行くか。あ、結構簡単だわ。はい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 。じゃあまあ、お宝と原生生物運んでもらって、OK。で、金塊。あ、戦ってんな。まあ、向こうから回った方がいいか。回収。ちなみに、こっから？ああ、こうか。じゃあまた黄色かな。こんなに黄色減らしていいんだろうか。よいしょ。まあ、とりあえず、あ、待ってーそのタイミングで出ないで。オッケー。羽ピクミンをじゃ、増やして乗って、いやー、消えた。いやー、今のはずるいよー。まあ、とりあえずゴール、あ、また出るんか。なんだ。これ。オッケー。回収。どうせだったらエキスをよこせ。で、向こうか。よいしょ。出終わったタイミングで、こうか。はい、オッケー。で、回収。まあ、一体ずつやりたいわな。こっちを向くんじゃない。向こう向け。いけ！赤35なら。オッケー！ナイス！向こう遠いなこれ、羽行かせてもいいだろうけど、いやー、きつくないか？あ、まずい。これまずいな。あれを運ばせるか？あれ、届かない？嘘。なあ、こっちから行けないだと。参ったな。あ、これは運べない？あ、それも運べない？何？困ったな。じゃあ向こうからでよかったんかな。じゃあ、オッチンとは一旦おさらばして、いや、またんのかい。泡がなくなったタイミングで、行け！オッケー！ありがとう。で、回収して、赤ピクミン、ゴ！
旦回収、一旦回収、一旦回収でーす。一旦回収でーす。危ないでーす。危ない。行け。あ、大丈夫だよね。今、わーって言ったけど。危ねえ。ちょっとやめて、そういう声出すの。で、こっち側から、こうか。よーし、オッケー。ここって落ちんだよね。どうやって来させるかだよな。切り替え。あ、普通に行けるわ。あ、待って、今は無理だっつの。まあ、また出てくるかな。回収して、よし。オッチに乗って、ああ、出るね。親切だな、お前は。ほら。オッケー、回収。また激辛か。で、この状態っていける？あ、やっぱダメか。あー、オッチンでしがみつけってことかな。そんなんできる？ん？いや、できないよね。ん？これはどうしたものかね。あ、あ、あ、あ。こうか。で、回収して、あ、呼んじゃったな。あ、そうか。羽ならいけるか。あ、まあまあまあ、これでもいいよって感じかな。オッケー。あれ？どこ行った？どこ行った？あれ？ピクミンが困ってる。ちょ、どうどうした？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 違う。どうした？止まれ。どうした？あ、なんだ？あれ？検査運んでる？なんで？あー、俺変なタイミングで呼んだかな。あ、これに反応した感じか。あー、ごめん。じゃあまあ、これを押して、開きますよと、オッケー。で、回収。オッケー、あれ運んでもらって、いけ。よし。で、これも運んでもらって、これを回せ。で、あそこから水が出ますよって感じかな。エリア2にもあったよな。よし。どうだ。オッケー。ただこのままじゃいけないんだよね。うん、火は消えたけどさ。オッケー、ナイス回収。で、あ、いたね。じゃあやっぱジャンプか？ほっ！あ、普通に行けるわ。なんだ、普通に行けたんか。なんだよ。じゃあ第5階層行きましょうか。スクラップディスコファイナルフロア。ボスかなぁ。あれか？あ、まあ、ミラーボールっぽいっちゃっぽいのかな。ちょっと待って、これ、ダマグモ？そんな名前だったような。いや、マジかよ。となると突進が使えないよね。こういう時の羽ピクミンかな。来いよ。いや、投げたくない。来いよ。いや、これ投げないと来ないのか？俺！あ、届いてない！ほい！あ、そっから行く？あ、待った！ドーン！回収！いや、投げる必要なかったか？曲！ディスコってこれか！待って。いけ。あ、よ。危ない。いや、これ以上何もできない。あ、また、なんかやろうとしない？なんだ？あ！なんだこの敵。ちょ、ダメだっけ。歌ってる場合じゃない。よいしょ、いけ。
あのガスを出した後にスピードが上がんのかな。あーあー危ない、やりづら。あ、戻ったな。これ突進使えないのすごい困るんだけど、足とか狙えなかったよね。あー待って、カシュ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 、踏まれたらさすがにまずいぞ。これ足狙えないもんな。あーでまたガス出します。でフィーバータイムか。面白い敵だな。ただこれ倒すの面倒だな。なんかアイテム使った方がいいかな。じゃあね、アイス爆弾とか。ほら、どう？うわ、効かねえ。マジで？だったら、追っかけ爆弾、いけ！当たるか？うわぁ、全然ダメだな。ちょ、戦いずれ。いけ！危ない！その、見てるだけの子は何？あ、でも、減ってはいる、減ってはいる。やめろ！回収。それで混乱すんのか、まず。ちょ、原生生物をやっつけるしかありません。え、ふい、増えちゃダメ。あ、戻った。笛で戻りはするっぽいな。あぶねえ。なんだこの敵。どうしよう。どうしよう、これ降りて突進の方がいいか。あ、突撃か。いけ、その方がいいな。いやーでもこれ他のピクミン投げるの怖えな。カシュ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 。あっ、まずい。あ、うわー、マジか。カシュ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 。くー、やっちゃった。これ時間かけるのまずい。投げまくるか、もう。投げるのが怖え。でも今がチャンスよな。けあ、まずい、逃げろ。あー、マジか、やばい。戻れ。あー、やばい、オッチンが死ぬ。あー、待て、やばい。吹いてもダメか。あ、戻ってくんない。ちょ、あ、待って、オッチンが死ぬ。それはまずいから、ちょっと待って、やみつきボーン投げて食わせて、オッケー。やめろ。あ、まずい。ちょい、これどうすればいい。おおおおおお、あーで戻んのか。いけ。その下でスタンバってる子たちは何。よいしょ、カシュ。ここだったら食らわないでしょ。オッケー、いけ。殴れ。いやー、非力だなー。あー、待って、あぶない。踏まれてないよね。どっすん、ここ、いけ。あ、いたカシュ、やった。プーじゃねえ。あー、なんだよこの敵よー。あ、あーで開いたか。待って。一旦、オッチンから降りて、突撃。あー、普通にエキスか。じゃあまあ、食わせて。本当は食わせてからなんだろうけどな。
あー、いやーもう。ちょっと。こういうさ、攻撃しづらい敵嫌。あ、で、まあ、こいつも運んで、もう数えてられなかったけど、何匹死んだ？ここに来る途中で70ぐらいはあったよね。あ、じゃあ9匹かな。もう、もう、まあ、ちょっと面白い敵だったから、楽しく攻略はできたかもだけどね。シーバ、惑星探索ツアー、あ、ツアーの参加者か。じゃあ、あと二人か。だね。オッケー、反応はなくなった。よし、100% クリア。まあ、お宝は結構あったか。1435。オッケー、調査コンプリート。で、わ、結構死んだな。羽もいったか。赤7、黄色6、で、羽が1、14。いやー。いやー、でもまあ、ありがとう。君たちのおかげです。はい、戻ってきましたよと。いやー、結構時間かかったなー。これどうしようかなー。青鬼王は回収したいところなんで、まあ、こうかな。いけ。まあ、それは倒せるよね。オッケー。よし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 。で、こいつも倒して、はい、オッケー。回収。で、いけ。ここにやばいのはいないよね。オッケー。運んでもらって、ああ、水がなくなるのか。なるほど。あ、オニオンが栓をしてたのか。はあ。まあ、こいつらも運んで、今回終わりでいいかな。24日目探索結果、救助はシーバで、やる気がプラス1と。いや、まあ、まだまだ時間があったからね、探索してもよかったんだけどね。うん。まあ、動画の尺もあるんでね。仕方ないかな。あー、13% かー。探索25日目です。おはようございます。あー。つれーつれーよー。はい、とりあえず今回はここで区切っておきましょうか。いやー、洞窟五階層っていうだけでも大変なのに、なんだあの敵は。まあ、動画がね、長い方がいいよっていう人ももちろんいるとは思うんだけど、まあ見やすい長さの方がいいかなと思うので、まあ、今後もこういう探索は多くなるかもね。まあ、コツコツやってはいきますんで、応援よろしくお願いいたします。では、今回ここまで、ぜひね、チャンネル登録、高評価していただけるとすごい励みになりますんで、お願いいたします。では、ご視聴ありがとうございました。